どうも、りょうへいです。お願いします。はい、本日も引き続き、モンタナスポーツさんで撮影させていただいております。いつもありがとうございます。本日なんですけれども、軟式用のグローブで一つのメーカー、Z さんに絞って、新しいグローブが入荷されていたので、そちらの方をチェックしていこうかなと思います。あのね、カラフルなんですよ。夏っぽい色もあれば、暑い色もある。そんなグローブなので、ちょっと紹介の方させていただきます。じゃあまず1点目、紹介していきます。はい、まず1点目のグローブ、こちらになります。Z プロステータスのこれは一応限定になるのかな、多分限定です。まあ限定とは書いてないんですけど、まあ、カラーリング的にそうなんだろうなと。これが今宮選手モデル、今宮選手型って言ったらいいのかな、のグローブになってて、サイズは4です。まあ、Z の内野手予定軟式大体サイズ4なんですけど、軟式、遊撃手二塁手モデルで、革としては普通のプロステータスレザーと、ここ見てください、特殊な加工がされているんですよ。なんか縦にラインも入ってれば横に波も入ってるみたいな、何側って言ったらいいのかな、まあ、グラフィックでもないかな、何側書いてねえよ。そういったちょっと特殊な加工がされていて、ここによーく見ると刺繍じゃないんですけど、刻印でプロステータスとか入ってます。よくねミズノとか SSK とかローリングスとかメーカーが入ってるのはよくあると思うんですよ。これに関してはブランドが入ってるからねっていうすごいなこれ。補給面と背面の一部、まあ、あのこの片押しじゃないところに関しては、ロイヤルブルーになるのかな、これは一応、まあ、青系の色で、紐と、はみ出しと襟側がキャメル系のなんとかブラウンっていうのかな、 Z さんでいうとの色を使っています。いや映えますよねこれ、すごい。まあ型のね特徴としては今宮選手型、深くしっかりと掴むようなグローブなんですけれども、まあ、そこの型の特徴と、まあ、Z さん特有の革の硬さっていうのはもちろんプロステータスなのであります。革質もバッチリです。補給面の張りもしっかりとあります。これカラーグローブでここまでの補給面とか、まあ、革質を出せるのはさすが Z さんだなって思いますね。めちゃくちゃ硬いなこれ、本当におしゃれ。これ何がおしゃれって、僕一番おしゃれなのってこの紐の色がと襟側はみ出しの色が、まあ、キャメル系の色っていうので、黒と青って、まあ、青もどちらかというと暗い系な色じゃないですか。まあ、これはちょっとロイヤルブルーなんで明るめですけども、ただ白を使わないでキャメル、まあ、その次に明るい色、しっかりと明るさを出していくっていうのがめちゃくちゃおしゃれだなと思います。でこれ2色使うグローブって大体小指の外側と親指の外側を色を変えると思うんですけれども、全部内側を変えてるんですよね。そういったところをすごいおしゃれだなって感じます。はい、じゃあちょっと次のグローブ行こうと思います。はい、お次はこちらでーす。まあ今宮選手ときたら Z 内野手用って言ったらやっぱり源田選手型ですよ。今実際に源田選手が使ってる型番とはちょっと違うかなと。まあここにはみ出し入ってるし、あの日本同士じゃないんでそこは違うかなって、まあ通常市販されているものになるかなとは思うんですけれども、これもまあ黒の部分が型押しのものになっていて、同じような加工がここにされています。色自体は今宮選手だったら青、源田選手だったらサックス、まあ置いてあるんでね、それぞれのカラーはもちろん出てるとは思うんですけれども、補給面も全部サックスとなっています。この源田選手モデル、まあ多分製法の問題だと思うんですけど、親指めちゃくちゃ立ってるような気がするんですよね。立ってるというか反ってる、より広さを感じるような、グローブとなっています。もしかしたら全部そうなのかな、だからここが長く感じるって言ったらいいのかな、より広いグローブですね。まあ安定のね、ここも広いのでちょっとはめさせてもらいます。まあ何かあった時にここにも入れやすいし、ここも押し出しやすそうな、まあ、Z さんでいうと源田選手は浅くっていう、捉え方をしているので、まあ、そういったのもすごい対応しやすそうな、グローブとなっています。これ黒い部分片押しって言ったじゃないですか、ウェブもちゃんと黒い部分バスケットなんですけど片押しになってるんですよね。これめっちゃくちゃすごいんじゃねえかな、やってること。なかなか見ないですよね、バスケットウェブで、半分片押しみたいな、なかなかないと思うので、これもすごいなと。もちろんねこの上のエッジ機能の部分のところも片押しがされてるんですよ。なので黒の部分は全部片押し、本当にバスケットウェブだろうがエッジウェブだろうが何だろうが片押しですね。これに関しては暗い色、明るい色、明るい色、すごいよなマジで、本当に超おしゃれ。結構やっぱサックスのグローブ流行ってるじゃないですか今。なんかオーダーとかでも、まあ、やっぱ先駆けは源田選手が2018年だか2019年だかにサックスのグローブ使ってたのから、まあ、流行り始めたと思うんですけれども、まあ、そういったところでこれをまあ限定品で出していただけるのはすぐになくなっちゃうんじゃないかなと。まあ、人気ですからねサックス。
なのでなるべく早めにモンタンスポーツさんでお買い求めいただければと思います。はい、じゃあ最後のグラブです。こちら、はい、今度は赤の外野手用めちゃでかい、これはね背面紐同士、あ、最初から小指2本入れ仕様の、まあ、Z さんお得意のね、もともと Z さん外野仕様めちゃくちゃ得意って、それのまた同じようなカラーリングのグローブです。アンテのまあ黒い部分は片押しになってるし、これもねウェブ分かれてるんですけれども、ちゃんと片押しになっています。これはねカラーの濃さで言うと黒が暗いで明るい明るいって言ったようなカラーリングになります。まあこれの多分全種類なんですけれども、それぞれの多分この3色展開だと思うんですけれども、カラーは出てると思います。なので今宮選手のサックスもあれば多分赤もあると思いますし、この、サックスもあれば青もあると思います。久々外野手をはめるな Z さんの、マジででいけ本当に。ここがね結構小さめになってて、まあ奥にどんどん、ここも広いかなーっていう、まあゴロ補給もしやすいんじゃないかなと思います。こんだけ染めてるのにね、革をこんだけの張りと革質を出せるのはプロステータスいい革使ってんなーってやっぱ感じしますね。源田選手モデルもそうだったかな。これは親指側のラベルになります。そう、親指側ラベルってここにこういうのがないじゃないですか、ベルトのつなぎ目が。だからこれあるから邪魔かなと思うんですけど、意外と僕は好きですね。これむしろストレスがないって感じがします。で、このグローブともに言えるのはプロステータス、これはシリコン型じゃなく、ラベル型の、グローブになります。金糸かな、金糸と、まあ、普通の、プロステータスのラベルを使っております。こちらなんですけれども、ちょっと待ってください。モンタナさんね、やっぱモンタナさん左利きだからね、ちゃんと左利きも入荷しています。これは青黒キャメルですね。でちょっとまあ左利きは僕全く型の特徴とかわかんないですけど、やっぱちょっと型の作りが違うかな。ちょっと親指寄りな型をやっぱ左利きのグローブってしてるかなというふうに、まあ手に取った感じ、映ってる感じはどう見えてるかはちょっとわかんないですけども、持った感じはやっぱ親指に重心があるような型をやっぱ左利きなんでしてるかなと思います。やっぱ左利きのグローブでこうやって限定グローブを出してくれるっていうのもそんなないと思うんですよ。で、まあやっぱ、数も少ないじゃないですか、左利きのグローブって。そういったところで、まあ、ちゃんとオーダーじゃなくて限定品で、買えるよっていうのは、まあ、左利きの人もすごい必見だなと思います。この3つのグローブお値段全部一緒なんですけれども、税込みで 35,200 円となっています。限定品に試着2ぐらいの値段なのかな、4超えないからいいんじゃないかなと、軟式用で限定でまあ普通ぐらいのお値段かなと思いますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、ということで本日は Z さんの限定グローブモンタさんに入荷されていたので、そちらの紹介をさせていただきました。全部夏に合うようなカラーリングのグローブなので、皆さんチェックの方よろしくお願いいたします。動画の概要欄に、モンタナスポーツさんの、インスタネットショッピングのリンク貼っておきますので、そちらの方のチェックもよろしくお願いいたします。ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではよいしょー、はい、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。